はい、皆様おはようございます。バナナも大好きバナナンボーです。関東の小さなお庭で無肥料無農薬でお野菜を作ったり熱帯植物を育てたり、近場で野草を取ってきて食べたり研究したりというような、植物との触れ合いをお伝えしていく、そんな動画でございます。だいぶ暑くなってまいりましたね。関東も今日は28度の予想、夏日ですねというふうになってまいりました。これから畑のまた作業等々をお伝えしていきたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。あ、ここはドクダミの花が一面に咲いてますね。はい、このドクダミの花をですね、お酒につけたりとか、まあ、いろんな利用法があるみたいなので、今日はですね、ここにあるドクダミの花ですね、を取って帰りたいと思うんですね。で、ドクダミの花っていうのはですね、この白いの、これ花びらに見えますけど、これ葉っぱなんですよね。で、花は実はこの真ん中にある、ここなんですよね。面白いもんですね。じゃあ、取って帰りたいと思います。はい、こんな感じでですね、ドクダミの花を摘みました。それからここにはですね、昼顔のつぼみがあるんですよね。いくつかあるみたいなので、これも、まあ、湯がくと少し酸っぱいんですけども、美味しいので、これも少し、取って帰りたいと思います。ここにもありますね。河川敷にですね、柿の木がありますね。ちょうど今の時期っていうのは花が咲き終わって、まあ多くの花が落下するんですけど、木についたものはですね、これから実が太り出すっていう時期ですね。柿の葉もですね、結構薬効があります。柿の葉茶っていうのはよくお聞きになると思うんですけども、今日はここの葉を少しいただいて帰りたいなと思います。朝散歩してたらですね、農園の方とお話ししていたら、朝採りのズッキーニいただいちゃいました。やっぱり朝からね、畑仕事してるっていうのはいいですね。でも、ね、ありがとうございます。いただきますね。こんなところにですね、ちょっと見づらいですかね。これ、カラス麦、煙幕っていうですね、こんなところに自然に生えてますね。これは鳥の飼料にしたりとか、あと畑の土壌改良でですね、種とかも売られてるぐらいなんですよね。ここにわんさかともう枯れてしまいましたけどもね。ここにまあ、種が入ってるんですけども、もう自然にこぼれちゃったみたいですね。カラス麦、煙幕はもう今の季節、ちょうどもう枯れて、まあ、この季節おしまいっていうところなんですね。はい、今日の朝、朝散歩で収穫したもの、それからいただいたものをちょっと並べてみました。まず、奥にあるこれですね。こちらが、イコノズチですね。イコノズチ。こちらは湯がいてですね、美味しくいただけます。それから手前にあるのがですね、これ、イチョウですね。今の季節ですね、柔らかい、イチョウのワカメが出てきたので、これを摘んでみました。これはよく薬効とかね、イチョウの葉はあるんですけど、普通は7月、8月のね、一番暑い時期に取るのが一番いいとされてますけども、とりあえず今の時期ですね、茎も柔らかいので、茎も細かく切ってですね、陰干ししてお茶にしてみたいと思うんですね。それから、こちらがいただいたズッキーニですね。それからこちらがですね、昼顔と、それから白い花がですね、これが毒ダミの花ですね。毒ダミの花は、まあ、お酒につけようと思うんですね。それから、昼顔はですね、湯がいて食べれますので、これはこれで重宝します。それからこちらが、桑の若葉ですね。これ細かく刻んでですね、サラダとして食べると、まあ私は好きなんですけどね。少しまあ、まあ、湯がいてもいいんですけどもね。少しまあ、硬さがあるので、柔らかいと言えても、細かく切ればですね、美味しくサラダとしていただけます。それからこちらが柿の葉ですね。こちらも陰干しして、お茶にしたいと思うんですね。それから、こちらがですね、ビワの葉ですね。
これは1年以上経ったですね、ちょっともう比較的歯がゴツゴツしたような歯を選んでるんですけど、2年目から、まあ2年目の歯からですね、薬効があるものが歯の中に含まれて言われてますので、その年の若葉ではなくてですね、ちょっと時間が経ったものをまた取ってきまして、これも陰干ししたいと思います。ちなみにこちらはですね、去年取ったビワの葉のビワ茶ですね、乾燥したものをですね、水から煮立てて沸騰したら、蓋を閉めて30分か1時間ぐらいするとですね、結構こういうような色が出てくるんですね。これも体にいいと言われてますので、試してみたらいかがでしょうか。はい、陰干しの様子ですね。こちらが、先週ですね、収穫、種取り用に収穫しましたそら豆ですね。だいぶ乾燥してきましたけど、まだちょっとしなしなですね。昨日は大雨が降りましたのでね、まあ、カラッとした日があまり続いてはいませんけども、少しずつ乾燥してきた感じですね。あともう一週間ぐらい乾かすとカリッとなって、まあ、表面上ですけどね、カリッとなってくるかもしれませんね。それからこちらはですね、こちらもこの間取ってきた杉菜ですね。ちょっとカメラではですね、黒っぽく映ってますけども、まあ、実際もっと緑っぽいんですけども、時々こうひっくり返してですね、乾燥してまいりました。もうだいたい乾燥してきたと思うので、こちらは今日ですね、もうしまって、いつでもお茶にできるような、瓶詰めしたいと思います。それからこちらが、小麦ですね。はい。こちらもだいぶ乾燥してきましたね。あと1週間ぐらい乾燥したら、もみが取れるかもしれませんね。それとこちらがですね、ニンニクなんですけども、いやーちょっと今回失敗しましたね。抜き取るのが早かったんですよ。見ていただくと、まだ先っぽがですね、平らになってないんですよね。やっぱり、まあ、これからはですね、ちょっと、1苗、2苗ぐらいですね、試し掘りをしてみて、球の大きさを確認してからですね、収穫しようと思います。まあ、一気抜いちゃってましたからね、一気抜いちゃったので、またこれを定食っていうこともできませんしね、まあ、ちょっと食べれるぐらいの大きさにはなりませんでしたけども、ただまあ、また同じですね、種を秋口に同じ場所にですね、植えていこうと思うんですね。で、無肥料、無農薬の自然農の場合はですね、まあ意外とやり方にもよるんですけども、初めて植えた地っていうのは、まあうまくいかない、まあ大きくならない場合もあるんですけども、これを同じ場所に植えていくことですね、植えていくと、この根との共生菌が土壌で増えていくことによる、だんだん大きくなっていくという場合も多いんですね。なので、まあ今年はまあこんなもんだったということで、まあ、次回は同じ場所に同じ種をですね、植えて実験してみたいと思います。そして、年明けて収穫できそうな時にはですね、今回みたいに一気に抜くのではなくてですね、試し掘りをしてみて、まあ、大きくなったっていうところであれば全部抜くと。このようにまだ先が細い場合は、まだ早いのだなということで、やっていきたいと思います。はい、今朝取ってきたものを干し始めました。こちらが柿の葉ですね。それからビワの葉。それからこちらがイチョウですね。イチョウ細かくちょっと切り刻んで干してみました。で、そして先ほど乾き終わったこちらですね。はい、杉菜の方はですね、結構量が多いので押し込みましたけども、こういう形で保存してですね、また必要に応じて、これをフライパンで煎ってですね、で、お湯に入れて、お茶にするということで楽しみたいと思います。こちらうちの中で乾燥している種たちですね。こちらが豊漁大根ですね。こちら早めに葉が黄色くなったものを乾燥しています。それがこちらがチンゲン菜ですね。はい、もう結構カラカラになりましたので、まあ来週ぐらいからですね、中の鞘の種を取っていきたいと思いますね。それからこちらが六条大麦ですね。これももうカラカラになったので、まあ、そろそろこの麦を取ってですね、種だけにしていきたいかなと思っております。は
はい、こちらはですね、うちの中に入れていた熱帯植物をですね、ようやくすべて外に出しました。ここにあるのが胡椒とかですね、イランイランとかですね、もう外の光にだいぶ慣れてきました。それからこちらにある、まあ、シャッコネットかけてる坊主はですね、こちらコーヒーですね、こちらの方は一気に外に出したものですから、ベランダで鳴らしておりませんので、こちらにこうかけてですね、あと1週間後ぐらいに、取り外そうと思うんですね。まあ、こちらのものはですね、すでにベランダ出しをしていて、少しずつ光に鳴らしていましたので、こういう感じでですね、外に出したという感じでございます。またこれから暖かくなってきますのでね、またこちらの方もレポートできたらと思っております。それでは畑チェックですね。まずこちらは去年の暮れに植えたセリですね。まあ、この辺り結構、この場所がですね、結構水が結構多いところですので、大きくなってきましたね。はい、それからまだこちらはですね、育てている苗たちですね。それから放涼大根、まだ黄色くなっていないものが2株あるんですね。そろそろこちらもですね、まあ黄色くなり始めてきましたので、今日は28度ぐらいまで高温になるということですから、まあ今日一日の暑さに、照らしてですね、まあそろそろ明日ぐらいにですね、また今日の夕方ぐらいに刈り取ってそろそろ乾燥させようと思います。まあここがですね、片付かないとですね、苗が植えれませんからね。まあ、そうは言ってもですね、なんとそういう状況でありながらこんなところ花も咲いてるんですよね。なんか不思議な多様性というか、そういう感じがしますよね。はい、こちらはですね、キャラウェイですね。キャラウェイが開花終わりまして、種ができ始めた感じですね。まあよく見てみますですね、やっぱり受粉ができていないものは、実ができてはいないんですけども、まあ半分ぐらいですかね。こういう感じで、種ができ始めています。はい、トマトですね、ピンクブランディワインですね。はい、いい感じで花が咲き始めましたね。それから、アロイトマトもですね、よく見るとつぼみができ始めましたかね。トマトもそろそろですね、観光農業で肥料たっぷり使っているところはですね、そしてビニールマルチを張っているところは、私の投資でもですね、もうこのぐらいの実ができてるんですよね。まあ何もしないで無肥料っていうのはやっぱり難しい部分はあるんですけども、ただ手間がかからない、またコストがかからないっていう感じで育てるっていうのもですね、まあ意味があると思います。まあ今のうちにですね、無肥料無農薬の技術を確立しておけばですね、今後その肥料高騰とかですね、資材が入らなくなったとしても、こういうところの地は、まあ、効率的ではないかもしれませんけども、じっくりと栄養を吸って、まあ、今の時期比較するとちっちゃいんですけどもね。ただ、まあ、そういうものが本来の、あるべき姿なのかなと思いつつですね、育てていければなとは思っております。はい、それからこちらがですね、去年、移植したミノコズチですね。芽が出てきましたね。はい、こちらも食べると美味しいんですけども、イノコズチをですね、移植しまして、うちの庭にも出てきました。まあ、まだですね、一苗、これもそうですかね、二苗見ないぐらい出てきましたけども、こういうのも少しずつ、まあ、庭に、まあ、数は少ないですけどね、いろんな種類の食べれるものが増えていくようですね、多様性ということで、また畑自体も良くなってきますので、まあ、楽しみにしております。それから春菊ですね、だいぶ大きくなってきましたね。まあ、去年から植えている春菊はですね、もう開花している時期なんですけども、まあ、こちらは遅く春植えたものですので、これから収穫期になりそうですね。はい、それから、ビタミン菜なんですけども、とう立ちしちゃいましたね。やっぱりまだ植える時期が早かったんでしょうかね。まあ、こちらのものは、ね、食べられて散々ということで、まあ、前回の動画でも話しましたけども、花が咲きましたね。ということは、ビタミン菜は、まあ、今回の教訓でもう少し後にですね、植えるといいということなのかもしれませんね。
まあ、せっかく花が咲きましたのでですね、今の時期他の油菜類はですね花が咲いてませんので、ちょうど交雑もせずですねいい種ができそうですね。まあ、この種を取ってまた増やしていくことをすればいいかなと思っております。まあ、ちょっとね収穫できなくて残念でしたけどもね。まあ、またあの先週の動画でも話しましたけども、ビタミン B 菜は、つい最近種をまた植えましたので、まあ、今度のやつはもしかしたら到達しなくてうまく収穫できるかもしれませんね。はい、それから背が高くなる植物の合間に植えたですね、落花生ですね、これとかこれ、こちらもそうですね、ちょうどこれ茎汽車の根元に植えてるんですけども、これらとかですね、あとはトウモロコシですね、トウモロコシの根元にもこちらのようにですねいくつか落花生を植えて芽が出始めました。これでですね落花生は地を這うということで、トウモロコシは高くなるということでですね、お互いに、光の当たり具合を考えますとですね共存できるということで植えてみました。これからもですねこの落花生ちょっと楽しみにしていきたいですね。はい、それから南米の植物オカですね。今日は最高気温が28度が予想されてますので、ちょっと枯れてしまう可能性があるので、今日はこれからですねお家に取り込んで、暑さを避けたいと思います。はい、人参ですね、そろそろ2回目の間引きを今日したいと思うんですね。春の早巻きの人参はですね、当地ではそろそろ花が咲くんですけども、まあ、私植えた時期がちょっと遅かったのでね、まあ、ちょっとこのまま進めていきたいと思います。はい、今回の間引きはですね同じ株元に、複数あるものを外して全て1本立ちにしたんですね。そして今回の間引き菜はですね、こういう感じで少し人参らしいものができてきましたね。はい、こちらはこれからまた継続栽培楽しみにしましょうね。はい、それから路地植えの人参もですね今日は間引きしたいと思います。これから作業してまいります。はい、キュウリの状況ですね、早朝はですねだいぶこの葉の周りに葉水が出てたんですね。もう今はだいぶ蒸発して、ここにちょっと残りが見えてますけどね、ということでこの苗は結構地面にですね根が結構張ってきたんじゃないかなと思うんですね。まあ、ただ観光農業と比べるとですねだいぶちっちゃいんですよね。まあ、あの今回ですねウリ科の植物この畑で初めて植えましたので、まあ、ウリ科の根とですね土壌菌、まあ、共生できる菌が少ないのかもしれませんね。まあ、今回はウリ科はですね、まあ、あの初めてっていうこともありますので、まあ、あの大きくなるってことは期待しておりませんけども、まあ、今回ですね一回ここで育ててまた来年同じところで育てていくとまた共生菌が増えてくると思いますので、まあ、多分来年以降収穫を期待するっていう感じになるかもしれませんね。まあ、そうは言ってもですね花が咲き始めましたし、まあ、こういう状況でもですねなんとか種を作ってもらえるところまでいければいいかなと思ってるんですね。で、まあ、だいぶこちらの苗だいぶ大きくなってきました。小さい苗ともですね大きくなってきたんですけども、やっぱりあのウリ科の植物初めて植えますとですね、早速あのウリハムシというですね、まあ、ちょっと橙色の虫がですね一時期大量発生したんですね。でそういうこともありまして、まあ、前回もお伝えしましたけども、あのこちらのナリコママクワですね、マクワもですね、育苗して結構立派な苗になったんですけど葉が全部やられてしまったんですよね。でこれは、畑に植える前の育苗の時にですねベランダで畑に近いところで置いたんですけども、やっぱりこういうところっていうのはジグモとかですね害虫食べてくれる虫たちがいるので、あの保護してくれるんですけど、そこから離れた場所で育てたためにですねこの苗もうちょっとほぼ葉がなくなってしまいまして、まあ再生できるかどうか非常に不安なんですよね。でここ最近ようやくですねこのウリハムシもですねここにいるジグモとか様々な虫たちによって駆逐され始めまして、もう1ヶ月前は結構たくさんあちこちで見ることができたんですけど、もうあまり見ることができない、食べられていなくなった感じなんですよね。でまあ先ほどのマクワウリ系がですねちょっと壊滅状態だったので、もう一度ですねこういう感じでもう一回種をまいて苗を作り始めております。
ちょっともしかしたら時期的に遅いかもしれませんけども、今度はですね、暖かくなりましたので、育苗期で芽が出たところで、すでにすぐに外に出してですね、で、また畑の場所に置くことで、もし虫に食べに来た時もですね、益虫がそれを、まあ、刈り取ってくれるということを期待して、わざとですね、畑の方に鉢を置いております。これで、ある程度保護された環境で、もう少し大きくなったらですね、定植していきたいと思うんですね。こちらがタイガーメロン。それからこちらがナリコママコアですね。芽が出てきましたのでね、こちらの方に期待するのもいいかもしれませんね。もう少し大きくなったら、定植したいと思います。それから、この後ですね、こちらにヒエですね、ダルマヒエ。それから、こちらが、もちきびですね。こちらも大きくなってきましたので、そろそろですね、片付けた、この辺りにですね、撒いていければいいかなと思っております。はい、今日はですね、外から様々な野草を取ってきましたというお話。それから、畑の様子としてですね、様々な状況。それから初めて育てたウリ科に関してのですね、ちょっと私なりのコメントを述べさせていただきました。もう少しだったらですね、ここが片付くのでですね、ここに今度は、ヒエとかアワをですね、今年は植えていきたいと思っております。いろんなですね、お野菜が共生ということを考えつつですね、今回は植えてみました。それから、今日は大根の間引きですね、をしまして、少し人参らしいものが出てまいりましたね。これも間引きなどしてですね、後で食べたいと思っております。このようにしてですね、またこれから夏野菜に向けてうまくできるかどうかということで、レポートしていきたいと思っております。今日もどうもありがとうございました。これで失礼いたします。